はい、それでは福田選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。はい、今のお気持ちをお願いいたします。もっと戦いたかったでも楽しかったですね。ヒリヒリしました。はい、わかりました。今回試合を、そうですね、1ラウンドでの決着だったんですけども、試合振り返ってみていかがでしたか。いや、まあ、これって感じで、はいはいはい。まあ、前試合飛ばしちゃったから、はい、まあ、お客さんによりいいヒリヒリをね、宮城戦よりもいいものを提供したかったから、まあ、そういう意味ではいいもの見せれたんちゃうかなと思います。はいはい、分かりました。あの滝沢選手が一瞬フラッとした時に、あの追撃をしなかった理由を教えてもらえますか。追撃しなかった理由、あの序盤の方だったんですけども、 あまり多分覚えてないですかね。覚えてないというか、まあ、楽しみたいから。あ、そういうことですか。いや、まあまあ、そう、焦って倒しには行きたくないし、あ、ちゃんと楽しんで仕留めたいから。怖いですね今びっくりしちゃいました。すいません、先ほど1ラウンド目の決着って言ってしまったんですけども、2ラウンド目入ってすぐ、右フックを合わせたんですけども、あれは何か、あの1ラウンド目で作戦を練り直したとかありますか。いや、1ラウンド目で観察したって感じですね。そうそう、もう分かったから、はいはい、仮に行こうって。あの打撃の展開で仕留めようとは思っていたのでしょうか。グラウンドを組んだりとかせずに今回は。まあまあ、その組んできたら組んで仕留めるし、殴ってきたら殴って仕留めるし、どっちにしろ仕留めに行ってるから、全て、はい、オールフィニッシュ狙いです。ちょっとでも隙見せたらあえて借りに行きますよって、そういう戦いでヒリヒリしようぜっていう感じで格闘技ライフは楽しんでますね。今回作戦内容は特になかったですか。ないっすね。ないですか。ないない楽しかった。楽しかったですか。そして今回あのバンタム級のベルトもということで、あの2つベルト持ってる状況なんですけども、どういった戦いを見せたいですか。どういった戦い？いや、まあ、そのもうフライのベルトは返そうかなって。あ、まあ、それよりずっとチャレンジャーでいたいんで、はい、まあ、バンタムでまだやってへん人らとやってる方が、もうみんなも楽しいやろしね、はいはい、まあ、もっと楽しく戦ってたいんで、皆さんと共にね。皆さん共に。そうそう、わかりました。ありがとうございます。そして今回のザワン TV MVP 賞ということで、おめでとうございます。嬉しいですか。え、やっと笑顔が見えました。めっちゃ嬉しいっていう。ぜひ使い道がありましたら教えてもらえますか。その秋から俺猟銃の免許取ったんで、はい、その山奥で住んでるんですけど、狩猟始めるんですよ。あ、秋からですか。そう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 、てかもう秋なんですけど、だからそれ、これの資金にします。鉄砲買います。いくらなの。で買うから、だからこの MVP のお金で予算で選ぶんです。まあ、そういう稼ぎ方をしていきたい、はい。ちょっと分かりました。それでは今回応援してくださったファンの方々へ一言お願いいたします。いつもね、ほんまにこう、でもいろんな人が結構楽しみにしてくれてるんがすごい嬉しくて、なんか、まあ、僕はもう戦うの大好きやから、みんなにこういうのしかね、こうシェアできないんですけど、まあ、これをとことん追求してチャレンジし続けます。楽しみにしててください。はい、わかりました。それでは以上になります。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。